ち、信じられない確率に、宝くじ買うべきだジャイアンツ 7-3 D-BUCKS、日時間21日サンフランシスコジャイアンツの4どころ地、オラクルパークで生まれた、珍しすぎるスプラッシュヒットが話題になっている。20日、日時間21日のダイヤモンドバックス戦で、ジャイアンツのパトリック・ベイリー捕手が放った打球は、右翼フェンス後方に望む海まで一直線。ボートで待ち構えていたファンが、ホームランボールを直接キャッチした。一連の光景に、SNS では、なんという確率、ホールインワンと驚きの声が上がっている。あまりに珍しいシーンが生まれたのは3から3で迎えた5回。西一塁で、ベイリーの打球が勢いよく、右翼方向に舞い上がった。オラクルパークの右翼フェンス後方は、サンフランシスコ湾の入り江になっており、海に飛び込む特大アーチは、スプラッシュヒットと呼ばれているが、この日は一味違った。普段なら、ボールが海に飛び込み水しぶきが上がるところだが、この日はボートに乗って打球を待っていたファンがナイスキャッチ。完璧なポジショニングだった。ベイリーの一撃は飛距離407フィート、約124メートル。まさに奇跡的なキャッチだった。米ポッドキャスト番組、ザ・ビッグ・リーグス・デイリーで司会を務めるダン・クラーク氏は、同日、自身の X、旧、ツイッターに動画を投稿。いや、これは、凄すぎる。どんな確率よ、彼は宝くじを買うべきだと、驚きの声が寄せられた。中には、水に打ち付けるから、スプラッシュヒットって言うんじゃないの?といった、冷静な、ツッコミも見られた。ベイリーの2号にランが決勝点となり、ジャイアンツは7から3で勝利。ホームランボールをキャッチしたファンにとっては二重の喜びになっただろう。フルカウント編集部。